ビル・ホッソカワは、アメリカ合衆国のジャーナリスト、作家。日系アメリカ人の視点による著作は、日本語に翻訳されて出版されたものも多い。ハートマウンテン・リロケーションセンター、ハートマウンテン、ワイオミング・イン・ザ・プレス・ルーム・オブ・ザ・コーディ・エンタープライズ。1943年1月8日、1915年、ワシントン州シアトルに生まれる。ワシントン大学に進学して、 ジャーナリズムを専攻するが、1937年に大学を卒業しても日系人を採用してくれる。新聞社はなかった。英字新聞の立ち上げを志し、シンガポールや上海を渡り歩いた後、真珠湾攻撃が行われる直前に帰国。ハートマウンテイーセンター左からビル、息子のマイク、ツマーリス。1942年9月16日。 第二次世界大戦中はワイオミング州のハートマウンテン移住センターに収容され、所内新聞であるハートハウンテンセンチネルの編集に当たった。所内で収容者の徴兵拒否運動が組織化された際には徴兵拒否に否定的な立場を取っている。1946年、コロラド州に移り、デンバーポストの編集を行う傍ら日系人の 強制収容を題材にした書籍を出版。パシフィックシチズンが身でも差別を題材にしたコラムを長年担当した。ありがとうございます。